皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。1、2問目は2箇所の間違いで50秒、3、4問目は3箇所の間違いで60秒、5、6問目は4箇所の間違いで70秒の回答時間になります。だんだんと難易度がレベルアップしていきますよ。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。大工仕事をしている男性のイラストです。さあどこが違うでしょうか。答え合わせです。まず一つ目は、大工さんの胸のポケットが消えていました。二つ目は、家のここの柱が消えていました。二問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。バスに乗っているイラストです。さあどこが違うでしょうか。答え合わせです。まず一つ目は、バスのフロントライトが一つ消えていました。二つ目は、この女性の洋服の色が緑色に変わっていました。見つけることができましたか。それでは3問目です。レベルアップしますよ。3箇所の間違いを60秒で探してください。羽子板で遊ぶ子どものイラストです。さあ、どこが違うでしょうか。
答え合わせです。まず一つ目は羽の向きが変わっていました。二つ目は女の子の羽子板の花模様が消えていました。そして三つ目は男の子の羽子板の富士山の雪が減っていました。時間内に見つけられましたか？4問目です。次も3箇所の間違いを60秒で探してください。春の小学校生活のイラストです。さあどこが違うでしょうか？答え合わせです。まず一つ目はランドセルの色が青に変わっていました。これは簡単にわかりますよね。二つ目は青い上履きの片方の位置が変わっていました。そして三つ目は三角定規の向きが変わっていました。5問目です。さあレベルアップして違うところが4箇所になります。時間内に見つけることができるでしょうか？制限時間は70秒です。お正月のイラストですね。さあどこが違うでしょうか？答え合わせです。まず一つ目は門松の竹のこの部分が消えていました。二つ目は女の子の髪飾りの色が変わっていました。三つ目は門松の赤い紐のこの結んだ糸が消えていました。そして四つ目は扇子のこの部分が消えていました。わかりましたか？四箇所になると難易度が上がりますよね。
最後の問題です。4箇所の間違いを70秒で探してください。海の生き物たちのイラストです。さあ、どこが違うでしょうか。答え合わせです。まず一つ目は、下にある赤い貝殻が消えていました。二つ目は、タツノオトシゴの向きが変わっていました。三つ目は、ヤシの木が一本消えていました。そして四つ目は、エビの位置が変わっていました。以上で問題は終了です。徐々にレベルアップする間違い探しは本当に頭を使いますよね。この動画で使用した間違い探しは、知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。